皆さんこんにちは。今回はこのような抱っこ紐、ベビーキャリアに使われているプラスチックフォークです。やはり、これは赤ちゃんを、抱っこしてですね、これでいろんなところに連れて行ったりする時の商品なんですけど、やはりまず一つは軽くないといけませんので、やっぱりプラスチックフォークは軽いです。ですのでこう使われています。それとともに例えば、こういった部分、これは、頭を支える部分ですけども、これの取り外しにもこのようにたくさんプラスチックフォークが使われています。頭を支える部分ですから、簡単に外れてしまったりすると大変です。やはり我々のプラスチックフォークは、長年お使いいただいておりますように信頼をしていただいて、高品質の、商品ですので、信頼性も非常に厚いということで、こういった赤ちゃんを、守るといいますか、抱っこする時のベビーキャリアや抱っこ紐にもたくさん使われているんです。一つはやはり、直接お肌に触れることでも安心してお使いいただけるという点も大きいんじゃないでしょうか。